はい、こんにちは。福本自動車です。この車ヒーターコアのホースの三つ股のこの樹脂のジョイント、これがねほら折れちゃって水漏れでオーバーヒートして入ってきました。でも今日のネタはこれじゃないです。はい、本日使うのはこれ、燃焼ガスリークディテクター。これに青い液、試薬が入っておりまして、ここに試薬を入れるでしょう。でラジエーターの上の空気をここに通す。そしたら燃焼ガスがラジエーターの中に、空気の中に含まれていれば、青い液が黄色に変化します。これを利用していきましょう。はい、三つ股のジョイント部分、これね、まだ修理じゃないですよ。うちに落ちてたね三つ股のジョイントをとりあえずつけてね、テストできるようにしております。ラジエーターに水を入れております。エンジンはかかるのよね。でもね、油断してるとオーバーヒートして、ちょっとでも走行して、なんちゅうかね、どれぐらい走行したかよくわかんないですからね。一応問診はするんですけども、シリンダーヘッドガスケットオーバーヒートしたらヘッドガスケットが抜けちゃうのよね。ヘッドガスケットが抜けて冷却水側に燃焼ガスが漏れちゃう。これが起こっちゃうと、もうエンジン分解して少なくともヘッドガスケット交換になるんですけども、これが結構高額になるもんでね、こういう試薬があると便利ですね。この試薬を使って、まあ燃焼ガスの漏れがなければ、とりあえず水漏れ直して走れるでしょうけども、それでもちょっと不安よね。整備士としてはね、途中で抜けてきたらどうしようとか思うけどね、どっちかというと抜けてる方が、あ、お客さんこれ抜けてますせ、これ以上もうエンジン分解せんと直りまへんでみたいにね、言いたいとこですけども、まあ直る、安く直るもんなら、まあ安く直るもんなら安く直るで、それに越したことはないのでございます。はい、取り出しましたる。まずこれに試薬を入れていきます。こんなもんかな。そして蓋をして、こうね、でガスを何線と引っ張らなあかんので、この上にホースがついてて、これを負圧のホースにつなげましょうってなってるんだけども、これね、負圧のホースがねないんですよ。例えばこう、ここエアフローメーターついてるんで、こういうとこ抜いちゃうとね、止まっちゃうのよね。そこでね、これをね、まあ口で吸ったことあるけどね、これなんだっけ、マイティバッグ、これで引っ張っていきます。こう、そしてこう、ほら、これで2分間、ボツボツ空気を引っ張っていきます。まあでもね、排気ガスちゃうわ、燃焼ガスが含まれていれば
すぐに色が変わっちゃうのよこれ。だからね、今回は大丈夫そうやね。ああ、色変わってきた。っていうか、水吸うてるわ。水吸うてました。うん。いいか、もう。大丈夫だ。薄なっちゃった。色は変わらんか。はい。ホースを取り外してみました。こっちがねヒーターコアにつながってます。そしてこっちがエンジンにつながってて、こっちがねなんというか CVT オイルクーラー、もしくは CVT オイルウォーマー。はい、これが割れてるやつ、ジョイント。なんでこう三つ股になってるのかね。というわけでホース3本にジョイント1個を注文しようとしたところ、なんとじゃじゃーん、これちょっと開けてみようか。こういうものが届きました。はい、これがセットで一つの部品っていうか、もうこれしかもう売ってない、バラバラには売ってないよね。そういうことです。私が注文しようとした部品と同じものです。そういうことやね、もう全部買えようっていうことやね。ジョイントだけとかそういう売り方はもうしてません。こういう風に変えてください。でね、これ突っ込むときはね、新しい部品硬いのよね。硬っ、もうしんどい、もうで、なんかこう塗りたくなるんですけども、昔ね何塗ったかな、塗ったもんによってはね、あの入りやすいんですけども、また抜けてきたことがあってね。というわけで私おすすめ、石鹸水。僕はね何でもええ、台所用洗剤でもええし、洗濯用の石鹸でもいいです。抜けやすくならなければ、私のおすすめ石鹸水ね。まあ、今日はこれメインじゃないんでね、これぐらいにして。はい、もう一回入れます。もうちょっとでいいや、入れこうしようか。ほんでこう、ちょっと変わったか。はい、はい、こんな風にわずかな二酸化炭素でもね、どうやら二酸化炭素に反応するらしくて、わずかな二酸化炭素でも色が変わっちゃうんで、燃焼ガスがリークするとすぐに分かっちゃうというね、便利グッズ。どれどれ、マックツールだわ。はい、それでは次の作業がありますんで、これで失礼します。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それではさようなら。